はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガコレクション魔界闘士サガですね。前回の続きからやっていきます。で、第4世界に来たところになります。これは都市世界でいいのかな、崩壊してるけど。で、現在は塔の16階ということで、やっぱね、俺のヒットポイントがちょっと低いのと、まあ、あとね、攻撃力が、26しかないので、ちょっとこの世界で、俺をかなり強くしていこうと思います。まあ、ただクリアするだけだったら正直、あの力の元は買わないで、まあ、攻撃なんて上げなくても、素早さ特化させれば全然なんとかなるんですけれども、まあ、せっかくなんでね、力依存の武器とか、この後、それなりに名のある武器が手に入るので、まあ、それも使っていこうかなと思います。で、ここの世界はですね、スザクが出て、でこいつ本来だと倒せなくはないの、実は倒せなくはない、まあ、サーベルとか当たるはずだから、ほら140に当たるんで倒せなくはないんだけど、チェーンソーでも倒せます。で、悪臭使っていこう。で、チェーンソーは当たればっていう話なんで、ちょっとどうかな。あの、目が見えなくなっちゃったんですけど、やってればね、いつか当たるはず。ほら、バラバラになった。当たれば倒せる。で、倒せるんですよ、スタッフは。1円も手に入んないけど、1円も手に入らないし、また出てくるからね。つまりチェーンソーの無駄と目薬の無駄、ただ倒せるよっていうのをね、ちょっと示したかっただけ。倒したところで全くいいことはないけど、マイナスしかない。で、この中に入って女の子がいて、こっちよと、ついてこう。ちょっと本命ちゃんがいるけど、まあ、愛人を引き連れてる段階でね、もう本命も何もあったもんじゃないから。でもただ基本本命一筋だよね。だって寝てるから、他の2人。いや、寝てるからって怪しい意味じゃないよ。そういう意味じゃなくて本当に寝てる。しかもさ、本命ちゃん悪臭使うのもなんかさ、俺そういう趣味全くないから、至ってノーマルなんで。キャー、愛人待てー、愛人が言うのか。原始槍3体、これどうしよう。バズーカとコノディア、コノとか聞かなくね。バズーカと、そうか、ファイヤーの消耗炎だしね。結局キャー、やばい、66か。もう一ターン、キアルのそれ回復させよう。殺人ビームがほんと怖いよね。3600円、ありがとう。この先に、待って、なんか言ってた、間違いあるみたいな。あ、ちょっと名前だけでもって。どうした愛人、なんでそんな気になる。本命ファイヤーの書外してサイコソードにしよう。これでいいでしょう。単体攻撃っていうか、その万能属性があった方がいいよね。もう効かないってなるとほんとダメージ入らないんで。よし、これでいきます。金すげえな、10万くらいあったぞ。で、ここもね、スタッフ出るっちゃ出るんだよね。チェーンソー何個使った、7個か。だからまあ逃げろって言ってるんで、期待、本命。いや、回復はしない。で、ここはこの年、ちょっと待って、なんか早いんだけど。アメ横という賑やかな街がある。でもスタッフが怖くていけない。確かにね、普通の人が出歩いたらスタッフに会うわけだから。で、520円、うん、止まってこう。安いもんだ。酒場は賊のたまり場、行かない方がいいよ。なんかさ、たまり場ばっかだな、この世界。この都市の真ん中には巨大な超化学発電所があるんだ。名前だけは一丁前。ちなんもねえ。これなんだ、え、なんだ、何屋さんだ。もはやさ、酒場とかさ、全然わかんない。変えよう、金づるを。またニューカネズルって言っても、また愛人だからね。愛人って、そういえばどっちが喋ってたんだ、あれ。一人カネズルだったっけ、名前。おー、つえ、262で、この愛人サーベルか。これ男の方がいいんだっけ。ちょっとまた、てか俺よりヒットポイントあんじゃねえかよ、愛人の方が。で、何装備してた、もう一個。何も装備してない。サーベル単体か、なんかしょぼくなってね。やっぱね、この愛人を外せないっていうのが今痛いところなんですよ。本当だったら二人外して、ここ多分男の方が良かった気がする。そういえばだけど。男、なんかドラゴンソードとか持ってなかったっけ？フレームソードだっけ？ドラゴンソードは言い過ぎか。猫の爪。これ素早さ依存なんで、一個買っときます。
バルカンが売ってんのか、アライの目ってここでも売ってんじゃん。バトルスーツ、でバトルスーツってさ耐性がないからね。やっぱりね耐性が全てなんで、ちょっとヒットポイント400使おう。でなんだっけ、ちょっと恨みの剣とかいらねえな、一回整理しよう。このサーベルいらない、1000円しかなんない、もはや1000円しょぼいからね。恨みの剣使わない。でファイアの書4個もいいや、もう基本中毒とか目薬金の針、目薬何気に使ってるからな、1個持っときたい。で猫の爪やって空きを作ろう。じゃあちょっとねヒットポイント上げます。ヒットポイント400、とりあえずこれ買って。そんなわけで俺のヒットポイントとりあえず519まで上げました。ヒットポイント600がやっぱ結構高くて、金ももう3万6000まで減っちゃってます。まあただここの世界に来ればね、金なんてだいぶ手に入ると思うんで、あとはバルカン砲1個獲得、グループ攻撃はあった方がいいからね、まあ、バズーカがなくなったらバルカン砲装備させよう。チェーンソー持ってる意味ないってないんだけど、ただ見せたかっただけだから攻略に使っていくっていう感じではないです。で IGO またちょっと殺したいんだよね正直。発電所の北側の地下鉄から下水道への抜け道がある。もうどこのことを言ってるんだかわかんねえ。スザクは建物や地下までは追ってこない。なんか建物とかさ余裕で破壊できそうだけどね、スザクだったら。発電所の排水路は下水道へ通じている。ここは、あ、行き帰り屋さんか。印がないからマジでわからん。これ乗れないんだよね、キーがついてねえな。勝手に進んでいく。おい、ここで飲むんなら挨拶くらいしたらどうだ。やめとけ、お前らの穴かなう相手じゃねえ。あんた相当腕が立つな。俺と大魔の勝負だ。嫌だと言ってもダメなんだろうな。なんで愛人が出しゃばってくんの、俺の代わりに愛人が戦ってくれんのか。けなげだ。それでも君は本命になれないけどね。そういうことだ、さあ表へ出ろ。バカなことはやめて兄さん、うるさい、お前は黙ってろ。君はあの時の、ああ、これって偶然っていうの、兄さん実はというわけなんだ。そうか、大体飲み込めた。あんたたちもスザクと戦わなきゃならんのか。スザクのバリアには歯が立たない。でもそのバリアを中和してしまう装置を作っている。あと2つ3つの部品で完成する。見つからないの、秋葉と呼ばれていたところにならある。図書館に行けば秋葉の場所がわかるかもしれない。よし、その部品は俺たちが探しに行こう。任せるぜ、表のバイクを使ってくれ。了解だ。図書館はタワーの北にある。アメ横のいかがわしい店に IC ボードが売っている。バイクに乗っていればスザクに襲われにくいだからね、あくまで襲われないわけじゃないから。もともと速度が2倍になってるから乗り物に、ね、乗るとさ、なんかもう制御不能なんだよね。どこタワーって、ちょ、地下を通っていけるっちゃいけるんだけど、もう道を覚えてないな。俺は今どこを走ってるんだ。ちょ、逃げらんない。むしろ愛人を殺してくれればそれでいいんだけど。てかね、秋葉の場所って早っ、調べなくても知ってればいけるんですよね。死んだ、かわいそうに。いやー、目つぶし、ほらこれここだよね、ドクロン。当分の間分身したとか。目薬、てかヒットポイント回復してねえじゃん。ヒットポイント的に、まあ、愛人を前面に出しててもいいかな。これ降りなきゃいけないんだっけ。生き返り、ここは関係ない。あれ、ここが空き場、違う、図書館。なんかもう訳分からず来てるからな。27号何がサイコソード使おう。サーベル、あー買って、でも1600円持ってる。ロムを手に入れた、やった。ん、あとなんだっけ、どっか行けって言ってたよね。一体の時はサイコソード、サーベル、サーベルが今ちょっときつくなってきたのか。まあでもこいつら倒してればめちゃくちゃ金入る。ってかサイコソード普通に強えんだけど。ヒドラ、てかここの世界は少し時間かかりそうだな。本命が結構食らうな、猫の爪。よし、何にもない。
ここはアイテムがあるだけかな。ハイポーション使おう。一回使って、あとの2つは俺に使おう。生き返りが2つあるのは、だいぶ心強いね。一応セーブしとこう。で、終わり。で、で、ここは、ちょ、もうなんやねん、本当に。ここは歩いていかないといけない。あれ、こいつ話せねえんだけど、ちょっと待って、マジで話せない。話せねえ。何者だ？麻痺止め。てかさ、目薬なくね？これ目薬で、あ、あったあったあった、売ってたか。危ね危ね。ドラゴンソード、アイスブランド、サンダーアクス、猫の爪、サイコソード。波動砲。これ金額紛らわしいよね。波動砲310万円みたいな。波動砲3回使えて10万円だからね。鉄ゲタブレイクです。フレアはここ売ってないのか。復活の館。この怪獣みたいなやつ話せねえな。何なんだ？いや、では止まっとこう。で、アドベンチャーズギルド。で、男入れて、で、こいつはもう絞り取るだけだから、ただのカス、強い !368! カスのくせに。あ、ミスリルソードか。ミスリルソード、ドラゴンソードとかそれはないよな。そんなに強いのは持ってないか。ミスリルソードがいくらで売れるか。5356円。まあまあだな。なんか敵と戦ってれば、適当に金は貯まっていくからね。ちょっとカスはまた殺そう。能力的なものは？攻撃54か。男性はね、攻撃が強いんで。スパイスが全然遅いな。で、ここは毒消し、フライパン、十字架、生き返り。癒し、サンダー、ファイヤー、飛び火たぎとか。まあ、特にいらない。で、ちょっといかがわしい店に行きますか。ボードが必要？どんなロモン？ちょ、待って。もうなんて言ってんのかわかんねえ。とりあえず IC ボードは手に入れた。これで部品が揃ったよね。ちょ、待って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 。バイク！バイクがないと帰れん。結構広いは広いな、ここの世界。カス。お前はどうせすぐ死にゆく運命なんだ。どこだったっけ？カスは死んだ。カスらしい最後だったな。まあ、俺は基本もう当たらないんで、攻撃が。まあ、本命の目が見えなくなったとかは、ちょっと発生しちゃうんだけど、ここか。で、ちょっともうマジで制御不能になるから、目薬はだからここで使っちゃってなくなるから、ちょっと目薬持っておこう。てか目薬もねえじゃん。アイテムも、ちょっといっぱいだな。もう持てないから、本命も持てないんだよね。かといって、持たせるだけのカスとかも、あれだしな。生き返りが2つ、金の針もいらねえかな。怖いんだよね。いざとなった時が。サーベルはもう猫の爪に変えて、ライトサーベル使っていこう。よし、これで、一枠開けて、でサーベル売る。571円。もうサーベルはしょぼいよ、今。今の時代やっていけない、サーベルじゃ。で、目薬はちょっと1個欲しい。じゃあこれでやつらに届けよう。これまたあるんだよね、バイク。永遠に復活するバイク。新しいのにも乗れる。ちょっとこっちに出ちゃうのか。でも同じことしか言わねえ。お、持ってきたぞ。あとはエネルギーのハデスニウム。名前はかっこいい。明日は発電所に乗り込むぞ。イエーイ。これどこで寝てんだ俺。結構なんかそこそこの部屋に通されたな。机が2つしかない。机とベッドしかない部屋だけどさ。広さだけは一丁前。奴らに黙っていくのか。ああ、遊びじゃないからな。いいねいいね。本命ちゃんが言って俺がカッコつける。置いてくつもりか。一緒に行くぜ。どこへ。マジでどこへ。これ地下通ってった方がいいの。あ、そうだよね。
で、どっちこれ上下？あ、暗闇になってる。ライトサーベルで行こう。窓しちょっと危険そうだな。700。いや、やっぱり、ライトサーベル強えわ。サイコソードでどれだけ当たる？いや、当たんね。てか、そもそも、本命ちゃんが暗闇になるとガチで当たんなくなるな。もう、スサクと会うことはないと思うんで。これ何？降りなきゃダメなの？いいか、一気に突っ込むぞ。勝手にさ、進んでくからさ、読み切れないんだよ。で、ライトサーベル。普通に最高ソード拾いもんだけど、強えな。っていうか、300でももう倒せないの？なんか麻痺したって言ったけど。もう、ちょっと待って。ここからは俺たちだけの方がいい。足手まといにはなりたくねえな。よし、ここで待ってるぜ。っていうかさ、そういう、俺たちの方がそんなに強いの？ってか、総長そんなに弱いの？むしろ。ギャー！ 2400。どこ？逆？俺は逆に行ったの。これ下水道か、いわゆる。あ、ちょっと待って。どうした？落ちたのか。ここちょっとゲーム速度落として、こう普通にしていきます。ちょっと早すぎて制御できねえわ。これで2倍の速度だからね。なんかゆったりしてる感じがするけど。ステゴザウルス。忍者サイコソード。分身しやがった。死んだ。てか、あれも遅いんだね、普通に。メッセージ。ガンフィッシュ。本当に全てが遅いな。演出も遅くなってる。え、あれはいけないんだよ。で、落ちたくないから正直。ゆっくり行きましょう。ステゴザウルス。あ、霊気覚えてる。サイコソードもまあ20本くらいになるまでは使っていくか。てか、俺、え、こいつ何？固定的か。イーブルアイ。猫の爪使おう。いくつ当たる？ 725。強え。あと目ん玉なんでここにいたんだろう。やっぱスザクの命令なのかな。いけ、こっち行けねえし。こっから回っていこう。これさ、速度倍速だったら、絶対落ちてたよ。いや、勝手についてくんじゃねえよ。やっと追いついたぜって。お前らさ、俺を、おとりにして、後ろからついてきたわけか。じゃ、何？俺に任せろ。総長！愛人、お前は総長に惚れていたのか？しっかりしろ。どうだ、これが男だぜ。確かに。愛人も、お前の姿を見て惚れ直したよ。ほらほらほら。まったく、大バカ野郎だ、あんたは。この鉢巻きを。持ち物がいっぱいだよ。何を捨てるとか言ってきた。捨てなきゃいけないの？金の針捨てよ。妹を頼むぜ。装備しよう。せっかくだ。アライの目。これってさ、でも、耐性がつくんだっけ？いや、強いな、普通に。巨人の小手だったら、じゃあ、別に攻撃高くなくていいんで、アライの目取り行こう。で、なんかまたアイテムがいっぱいだよとか言われると悲しいから、巨人の固定結構高く売れそうだけど、アイシーボードとロムってまだ持ってんの？ステゴザウルス2体か。バズーカ使ってこう。バズーカ霊気。また別虫使ってくるやついんのかよ。本命が41。あ、もう、ダメか。あの、バズーカがダメか。いや、バズーカが弱えな。でもちょっとバズーカで対処しよう。ま、俺にはね、そもそも攻撃当たんないから、いいんだけど。本命は、じわじわ食らっていくから。まだ倒せない。5000円。いいね。あれ、ここなんだ？なんかすげえ毒っぽい感じになってんだけど。本命のヒットポイントを一応回復させておくか。減ってるな、多分516。
513、3ずつ減ってる。ほんちょ取れねえ。これさ、ここにいると取れねえし。本命ハデスニウム、よし、これを組み込んで朱雀用バリア消去装置イレイサー99の完成だ。俺が作れるんだ。あ、これさ、ハデスニウムじゃなくて、なんかもともとプルトニウムとかじゃなかったっけ。普通になんかちょっと環境に配慮して名前変えたのかな。コーションコーション、侵入者あり、侵入者あり、抹殺せよ抹殺せよ。デスマシーン、ここは猫の爪でいこう。確実に殺す。304、ギャー、破壊光線。何、猫の爪でも300か。デスマシーンは死んだ死んだっていう表現がいいよね。まあ、全部死んだなんだけどね。0円、こいつ金持ってないんだ。で、結局完成したの？いや、完成してねえな。生き返り2ついらねえか。で、そもそもカス変えよう。カスを引き、げ、壊滅してる。サンダーバード、炎、もういいや、高速にしよう。なんかあれだね、もう今さら、本当に今さらだけど、ボス戦は通常のゲーム速度に戻してもよかったかもね。ちょっと早いよね、やっぱり。死んでるぜカス。お前だって死んでんだろカス。てかさ、ここじゃ帰らんなくね。施設生きてんの。そこだけが気になる。施設死んでそう。ちょっと一回寝たいんだよな、やっぱり。施設は大丈夫だみんな中には侵入してこなかったんだな。あ、いけない。宿屋だけは残ってる。ここも残ってる。生き返り屋さん、そういう感じか。しっかりしろ。さやかさんが新宿のビルに。死んでるぜ。あいつは生きてたんだ。あ、あいつだけ生き残ってる。てかこいつも生きてそうじゃん。死んでる。一番奥にまで、手前のやつが生きてる。もう死んだ？あ、まだ生きてるか。お前は生き残ってくれ。新宿どこだっけ。スノーキャット3体、バズカ、炎。まあまああれだな、当たるな。バズカも当たらないやつ、やっぱ硬いやつと硬くないやつがいいのかな。新宿って多分こっち側だよね、位置的に。あ、これだ。で、ここ結構難しかった気がする。普通にドクロン倒して炎だな。げ、俺とうとうちょっと食らったら、もう少しだけ上げとくか。スザク倒したら、スザク倒したらあげよう。なんもねえし、これ見よがしだったからな、この扉で。なんかエレベーターだよね。ブルブル、バズーカ、炎。もう30くらいは素早さ上げられるはずなんだよね。ここいけんな。どちら、何、どちらか分からん。意味ないとか、こういう仕掛けがあるよっていう。ちょっと待って、バズカ、これでいこう。あ、多分違うところから行くんだな。ちょっと炎の回数が少ないよな。10回ってやっぱり1回で2使うからね。下どっかで行けるはずでしょ。行けねえ、マジでどうやって行くんだこれ。こっちか、なるほど。急がば回れってことね。で、こどっちだよ。ちょっと1個ずつこうやっていかないと。え、でこっちに出て、こっち、これ絶対何にもないっしょ。無駄部屋で、バズーカー一応よ
け、霊気に強いのか、ここら辺ちょっと考えていかないと、あれだな、ただの無駄になるな。しかも、連打してたからさ、同じの使っちゃったんだけど、サイコバリア。ここは、バズカでなんとかする。で、こうか、あれ、左かっていけないの？まあ、いいや、ちょっと宝箱とか、逃しちゃってるかもしんないけど、ちょっとわかんねえよ、俺には。悪魔。バズーカーの霊気。ここら辺の敵耐性が強いんだよな。6000円。どっから入ってきたのか。ああ、これも多分正しい扉が1個あるよ的な。ここかな。ギガース、名前だけはみんな一丁前だよな。霊気をどうしてもね、2回使うからね。またギガスか。まあ、ただ金にはなる。ターンで倒したいんだよね。そうするとやっぱりバズーカが火力不足かな。バルカンみたいなの使った方が良さそうだけど、これでなくなるんで。バズカ、こいつにバズカ効かないんだよな。俺たまに食らうし。でライトサーベル、本命。本命は結構食らう。しょうがない。それはで、そっから回復したいけど、ケールの書が結構やべえな。なんだかんだでなくなってきた。ここ針山地獄。え、どっち。いや適当だけどいいのこれ。うわぁ、戻された。こうの、いや、あ、今一瞬見えたな、これ。道が見えたぞ。ライトサーベル、サイコソード。これ系はもうな、違うんだよね。この広い部屋は。いや、ここも違うな。そうすると。ギャングドラゴン。一体ずつ倒すか。炎はもう一個しかないからな。俺もちょっと食らうな。結局さ、サイコソードで倒せないんだったら無駄じゃね？サイコソード使うだけ。いや、いけねえ。こうか。どうなってる？え、回ってきただけじゃね？しかもどっから来たっけ？こっから来たわけじゃないから。ちょ、あのさ、早すぎてさ、制御不能なんだけど。本命150も食らうの？ほら、一瞬見えるよね、あの光った時に。キメラは倒せる、一発で。この時って見える？いや、わかんねえ。これはわからない。魔導士3体か。ちょっと1体ずつ確実に倒そう。一発食らうのはもうしょうがない。サンダーか。サンダーくらいだったらもう、ドラゴンメールで届かないからね。え、どっち？いや、ここもな、いや、気になるけど、ないよね。宝箱を全然手に入れてないっていうのがすげえ不安なんだけど。カラステング、ベヒーモス。ベヒーモス攻撃強そうだな。ベヒーモスっていうだけあって、これどうしよう。サイコバリア使っとこう。とにかくライトサーベルで1人1冊これにしよう。78か。金はたんまりあるからね。ケアルの書もちょっとあんまりもう無駄にはできなくなってきた。で、これも階段、正しい階段を探す。ただ知ってる、覚えてるから。いや、殺人鬼強い、攻撃力が強い。
747ヒットポイントだけはむちゃくちゃあるな。2回分はいざとなった時のために取っておきたい。この輪っか何？なんか意味あったっけ。あ、改札だこれ。電車、これ電車です。で、電車で行けるとこがあるんで行って、で、どんどん車両の前に向かっていく感じ。悪魔一体倒して、キメラはサイコソードで倒せるから、ちょっとキメラを相手させよう。で、ストーンゴーレムは俺がやる。うわっ、いくつ ?131。やべ、超食らったな。2回回復させて、ケアルは2つ取っておけば大丈夫でしょう。俺はそもそもめったにダメージ食らわないからね、セブショボ。で、こっち敵なんだよ。普通に。違った！乗客だった！あれ、敵いなかったっけ？スタクはどこだ？左だよ。なんなのこの乗客、マジで。意味不明すぎる。なんでこんなとこにいんの？2本のハサミとか、こうなんか2回ヒットするやつが、食らうと強いんだよね。45。これはまあ、全然、麻痺してるし。いや、敵めっちゃ出んな。サンダーバード4体いんのか。炎を通して、で、これであとはサイコソードで一発で倒せるでしょう。それで減らしていこう。いや、バルカン砲装備すればよかった。使い切ったからね。まだいんの？7600円。バルカン砲装備させよう。で、こいつは敵なんだよ。ほら、イーブルアイ。なぜ敵なのかはわからない。ゲーム目が見えなくなった。ひどい。しかも生きてるし。目薬、貴重だな、目薬は。俺が先頭になったけど、まあ、別に一緒。あれ、もともと俺が先頭か。ただ一人のあの乗客の存在意義がわからない。え？なんだ？傭兵だぞ、こいつ。さあ、その子を返してもらおうか。クソ、どこへ行きやがった？上だ！ここならば逃げられない。お前たちに引導を渡してやる。よし、あれを使うんだ。え、何使うの？ロム？何も起きなかった。イレイサー99か。バカめ、お前のバリアは役に立たないんだ。普通にして猫の爪で行こう。で、本命ちゃんはまあ普通にサイコソードでいいでしょう。279、732、162か。全然大丈夫だ。多分2ターンで蹴りがつく。ほら、スザクは死んだ。あっけない。俺たちの勝利だぜ。スザクの肉が落ちている。6500円。やったぜ総長。愛人さんすごーいってまあな、愛人は総長に惚れてたからな。いろいろありがとう。兄さんもきっと。あ、そうだ、これあの時拾ったのって。クリスタル落っこってんの？4つ目のクリスタルを手に入れた。まあ多分スザクが持ってて、それをスザクがポロッと落っことしたんだよ。どういうあれだよ。初代総長の墓。初代なんだ。大丈夫。だって私2代目総長だもん。いや、お前襲名した記憶はないぞ。もういらねえよ、ここら辺。ロムとかさ、イレイサーとかさ、IC ボードとか、もういらない。捨てよ。この総長の墓に全部埋めてこう。役に立ったよ。ってか、ここどこだよ。え、マジでどこだよ。で、塔の上に登っていけるっちゃいけるんだけど、金がすっげえあるんで、ちょっと鍛えます。あ、なるほど。ここの町は完全に生きてて、ここで入れると強い武器を持ってるんだ。ライトサーベル。今回即出にしました。なんか、愛人二人だと名前がわかんねえなと思って。で、ここで、あ、ちょっと、なんか、いなくなってんだけど。お、いた。なんで消えたんだこいつ。
で、ライトサーベルがじゃあいくらで売れるかってことだね。側室のライトサーベル外して、で、ライトサーベルは5200円。あ、まあどっちもどっちだな。どっちが高かった？ミスリルソードの方が若干高かったかな。まあいいや、もう側室は死んでもらっていいんで、また一番目に持ってこよう。よし、じゃあちょっとまた、金に物を言わせて、鍛えていきます。じゃあ、強化完了。ヒットポイントは610まで上げて、攻撃99。これ多分ね、理論値上210いくつ ?220 弱あると思います。で、まあ、ただね、力依存の武器は、まだ、取ってないんで、あ、そっか、巨人の固定、もう入ってるから230くらいはあんのかな。まだオーバーフローは起こしてないんで、オーバーフローこそ多分元に戻るはずなんで、力1とかね。じゃあまた塔の上を登っていきますか。側室はまあこのまま死んでいいんで、もう一段階で死ぬなこれ。しかも暗闇になってる。ギャー、猫の爪で攻撃してしまった。もったいない。どうしても A をね連打してしまうんで攻撃しちゃうんですよね。まあいいや、とりあえず側室が死んでしまったということで、じゃあ塔まで行こう。どこだ？ OK。 で、どっち？あ、ここだ。クリスタル使おう。まだ使ってないからね。封印が解ける。宝箱はない。レッドマシュマロ、これマシュマロ系超嫌なんだけど。いくら？あー、2000か。まあまあまあね、この前みたいに40キロとかだったら超しょぼいからね。一応倒していこう。倒せるんで。サイコソード1本欲しいな。いや、これどういうあれだ。いやー、160に食らうね、やっぱり。げっ！もう階段。逆側から行けない。ぬえ。止めたら600超えてるからな。3200円。ここダメ。ここ行って、でこうか。でない。多分ちょっと左見ればもうアイテムがあるかどうかは分かるはず。ヌエ一体、まあ、猫の爪で瞬殺。強い。俺のヒットポイントがしまった。ケアルの書を補充しておくべきだった。でここなんだ。ああ、忙しい忙しい。何が？もはやこの部屋何だったか覚えてないんだけど。アシュラがあちこち破壊してくれて我が社は大儲け。アシュラ様様というところさ。アシュラが神様を封じ込めているという話だけど、神様なんて本当にいるのかな？逆だろ全然。逆っていうか、そういう話ではない。なんだろうね、ここ。よくわかんないわ。よくわかんないけど、いろんな街とかを作ってる会社かな。何？猫の爪が。いや、呪われたって何？俺結構食らうな。これは？回復しねえ。ちょっとこっちを覗きたい。いや、呪いって何？マジで。なんだかよくわかんないけど呪われている。サイコソルジャー、ザコが。あれ、こっちげー。これは一周回ってきただけか。こっちは階段だよっていう、それだけで。ここは、じゃあ上に行くな。レッドマシュマロはレッドマシュマロで厄介そうだしな。サイコソードいや、倒せないか。猫の爪、サイコソードが4本しかない。もう一人、やっぱ戦力的にはもう一人欲しいね、やっぱり。二人だときつくなってきた。うおー、なんだ。骸骨戦士が強えんだよな。ウォッチャーはウォッチャーで。めんどくさいし。破壊光線的なやつが。も
の炎で倒せるんだったら倒したい。倒せねえし、3発かかんのかよ。え、敵が出たわけじゃないよね今の。調べて、あ、大丈夫だよね。ヒットポイントだけは回復したはず。呪われてて回復してないのかな、そういうこと。なあが炎10、あれ全部回復した。まあいや、あるんだったら使ってこう。でここは子供の死体、子供の死体。え、なんかえぐいんだけど、どっかなんか行けるとこなかったっけ。手帳が落ちている。なんとかこのシェルターに逃げ込めた。限られた水と食料を長持ちさせるため、私はほとんど手をつけずに子供たちに与えてきた。だがもう限界だ。ケン、ユキ、お前たちを置いていく父さんを許しておくれ。アキラ、二人のことを頼むぞ。神よ、私の命と引き換えにこの子たちをお守りください。私は慈悲などない。ちょっと悲しいね。でも何から逃げてきてたの、そこがよくわからない。本命140か。てか逆にした方がよかったな。え、なんか跳ね返したみたいなこと言ってこなかった今。炎サイコブラスト強い。や、やべやべやべ。あ、サイコミラーか。なるほどね、やるじゃないか、サイコソルジャー。それがサイコたる貴様の名のゆえんか。やべ、死ぬ。いや、さすがに俺は死にたくない。エリクサーが1個あるんだよね。核爆弾が1個ある。え、どこで手に入れた。え、なんで核爆弾持ってんの。ここで手に入れたのかな。あれ、なんかどっかないかな。なんか隠し部屋みたいなのがあるところはあるような気がしたけど、ちょっと逃げよう。逃げられない。本命死んだか。とうとう本命が死んだ。このまま行こう。一体だったら倒せる。セーブしながら行こう。いつ死んでもおかしくない状況になってしまった。これ復活しないよね。本命生き返らせるから。じゃあやっぱり生き返り2つあるから、本命ちゃんやっぱり生き返り呪われてるのかんねえし。で、え、こういうこと。こうやって回復させろってこと。炎14、おら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 、変わんねえ。変わんねえから。でも本命のヒットポイント800とかすげえな。ヒットポイントは800あるんだけど、ちょっと防御力とか難点がある。こっちないよね。ん？どっちだ？ウォッチャーか、2体だったらいける。サイコソードもまだ2本あるし。何もかない。ちょ、こいつか、呪いの目使ってくんの。戦わない方が良さそうだ。これは回復できない。で、登る前に世界を見たいのよ、俺は。こいつはちょっとレッドマシュマロは一発じゃ倒せないんで、やっぱり炎を挟まないと無理。猫の爪が効かないってどういうことなんだろう。何に依存されてるんだ。アーサー11回、19の3の21、これ多分今まで黒13回挑戦した人だよね。パーン19回、72の6の14、後ろの数字はよくわかんない。ジーク6回、すぐ死んだな。おうおうおうおお、隠し扉があった。ダメだ、効かねえ。かといって1本のサイコソード使うのはもうもったいないからな。これで徐々に倒していこう。フレアのショック、いいもん見つけたよ。これ持たせよう。20個か、10個くらいは無駄遣いしてもいいな。リズ、リズ・リンウッド、12階で死んでしまったが80の1の28。後ろの数字はマジで分かんない。多分12階っていうのはあれだよね、行った回数でもう亡くなっちゃったってことだよね。死んだっていう愛人、
こいつらみたいに途中でやられてたまるか見てろよ。ここなんだ。あ、見えない空間があるんだけど。でももうここまで登ってきてるからね、過去最高に登ってんじゃん。フレア使おう。3人いるから。じゃあびっくりした。いや、それでも倒せない。一掃できないんだ。え、呪われてるから、ちょっと呪いマジで外して。一応ちょっと見つつ、ファイト3体炎だな。あれ使ってみればよかった、バルカン砲。160人、なんか強いのか弱いのか分かんねえや。少なくとも一掃はできない。あー、ちょっと待って、ここはっぽいとこだね。あれ、ちょっと待って待って待って、どうなってる。レイス、ウォッチャー、ウォッチャーは猫の爪で倒す。で、炎。寝た。誰か。あー、亡くなった、猫の爪。ちょっと待って。予備武器ある？予備武器がない。やべ。猫の爪49個か。バルカン砲で消していこう。こいつ炎効かないよね、そういえば。そういえばだけど。いやー、かといってこいつに、もう、あれ使うのめんどくせえな、フレアは。電撃とかさ、攻撃じゃないからね、実は。ちょっとここ行ってみよう。ウォッチャー炎で、できればバルカン砲にしよう。よし、 OK。 お、ここは楽園っぽい。敵出んの？めちゃくちゃ楽園っぽいな。小屋がある。そして老人。あなた方は塔から来られたのか？ええ、そうです。おお、これを受け取ってください。エクスカリバー。これは塔から現れる者に渡せと神から授かって以来50年。ついにその日が来ました。これで安らかに眠れる。ありがとう。俺も眠ろう。よし、エクスカリバー、これあればもう無限に使えるんで、よし。猫の爪はおさばらだな。これを手に入れるためにちょっと力を鍛えてきたっていう感じっすね。で、この老人はでも全然穏やかなところで過ごしてたっぽいから、まあそれはそれでありだったのか。あ、ちょうどここ来てよかったわ。こっち側回ってみよう。で、エクスカリバーで、炎。炎なんかあれだな、ちょっと待って、弾かれそうだから。いや、フレアはフレアでもったいねえな。どう、なんかあんま強くなくね。なんか思ったより強くない、悲しいことに。まあいいや、死の者言ってられん。猫の爪使おう。ちょ、回復ポイントがある。呪いの効果がよくわかんないからね、そこが怖いといえば怖い。こうでしょ。フレア使うか。フレアは返されないよね。これでね、一掃できたら全然よかったんだけど、一掃まではできないから。あ、宝箱あんじゃん。端にガラスの剣、これ一本物だよね。装備しとこう。大魔導士炎。さて、そしてついに来たといえば来た。クラウダとかちょっとよくわかんねえの使ってくんな。ホガトリス、レイキ、10,000円。この上にアシュラが住んでいます。気をつけて。住んでるんだ。じゃあセーブして、現在、塔の22階ですね。ここまで来たので、アシュラ戦はやっていく？いや、アシュラ戦を次回にしよう。次回アシュラ戦から、やっていきたいと思います。本命ちゃんがちょっと呪われてるのが気になるんですけれども、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。